東京大学生産技術研究所の越原です。今日は、ウッドデザイン賞の審査ということで、やってきましたけども、ウッドデザイン賞も体制を整えて切り替えの時期だと思うんですけど、都市木造もまさにこう時代の節目を迎えたのかなという気がします。今回応募された建物、だいぶ多くの建物が応募されましたけども、さらにその質がいいというようなことになってきたと思います。やはりここ20年ぐらいで、こういった都市木造、大型の木造のための技術というのが整備されて、それを皆さんが理解してそれをうまく組み合わせて実現するようになってきたということなんじゃないかなと思います。で、一方でちょっと気になるのは、そういう技術が確立され始めると、チャレンジ精神というのはちょっと忘れ始めるのかなと、落としどころを見つけ始めているようなところもあって、一つのそれぞれのプロジェクトでぜひですね、突き抜けたアイディアとか、今までみんなが考えていなかったようなことをもう一度見つけ出すというようなことをやってくれると、もうワンステップですね、都市木造の世界っていうのが広がるんじゃないかなというふうに思いました。